皆さん、こんにちは、遠藤です。8月25日木曜日、大引けを迎えました。今日のトレードは皆さん、いかがでしたでしょうか。今日の日経平均は6日ぶりの反発となりました。アメリカ株高の流れを受け、買い先行でスタート。マイナス圏に沈むことなく、じわじわと高安切り上げるも力強さは見られず、結果プラス165円の 28,479 円で着地をいたしました。直近後営業日で900円超もの下落による売り方の買い戻しが、今日の低調な商いを物語っていると見ることができます。こちらテクニカル面では、冷やしチャートにて25日線75日線の上にローソク足が位置、一目均衡表は三役交点中のマックリーはデッドクロス中、週足チャートにおいては移動平均線は横向きとなるものの揉み合いが継続をしております。以上から今後の戦略として、スイングトレードにおいては引き続き買いにしても売りにしてもトレンドが成立している銘柄への短期戦として、または日をまたがないデイトレードにてスピード感を持って利を重ねていくことをお勧めいたします。なお、この YouTube チャンネルでは皆さんにとって今後も有益な情報を発信していきますので、ぜひ皆さんチャンネル登録をしてください。チャンネル登録をしていただいて高評価ボタン押してください。お願いいたします。新しいニュースが出ると皆さんに情報を伝えやすくなりますので、ぜひ高評価ボタンも押していただければと思います。また有料会員の受付もしておりますので、勝ちたいと思っている方、ご入会いただけましたら幸いです。さて、まずはじめに本日用として挙げた注目銘柄の振り返りを行いまして、その後明日用の注目銘柄を紹介いたしますので、最後まで見逃さずにご視聴いただけましたら幸いです。今日は8時45分から全場デイトレ生配信がありました。注目銘柄は今日7銘柄で臨みました。9552 M&A 総合研究所、4890スボタラボ、4395アクリート、4932アルマート、7859アルメディオ、5121フジクラコンポジット、3271ザ・グローバル社、そのうち2銘柄エントリーかとなりました。1つ目が7859アルメディオ、こちら明日用としても出しておきます。一段高となりました。こちら定位株朝方の場面、この上げの最初の上げの場面、これ良かったですね。ナイストレードという形になって終わりましたが、次の2つ目の銘柄4395アクリート、今日は結果的に上髭陰線で終えておりまして、陽線出して売りに押されて次の上げた場面、結論から言いますと7割の方がロスカットとなりました。ただ急落前に逃げることができた方からのコメント複数いただいておりましたが、そのまま保持してしまった方もアンケートの結果おりましたので、こちら今日お伝えしました内容をしっかりと頭に入れ、明日以降のトレードにお役立てください。トータルで勝利した方は約3割と少なく、ロスカットやはり多かったですね。この銘柄がロスカットということですね。0.数%ラインでロスカットできた方も複数いらっしゃいますので、ナイスロスカットとは言えます。いつもしっかりと勝利するということで、こういう負けの日も実際にあるということになります。ただ損失を限定されておりますので、次につながるプラスの意味でのロスカットとなります。ぜひ皆さんこちら再度録画版をご視聴ください。その他9552マソウケン、4890坪田ラボ、4932アルマード、5121フジクラコンポジット、3271グローバル社はポイントなく推移しております。本日タイミング難しくエントリーできなかったという方もいらっしゃったと思いますが、トレードチャンス毎営業日ありますので、明日以降もチャンスを逃さず焦らずに自信を持ち臨んでいきましょう。本日注目銘柄でトレードされた方、お疲れ様でした。次に明日用の注目銘柄についてご紹介いたします。明日用の注目銘柄5銘柄となります。一つ一つ見ていきましょう。まず一つ目、3687フィックスターズです。今日1294プラス 8.55% ギャップアップして売りに押されましたが、しっかりと買われて1300円のところまで上昇となりました。
+8.55%。とはいえ、出来高ですね、徐々に入ってきている。79,100株。100万株超えてほしいところですね、明日。もう一段上げてほしいところでありますが、さらなる強さを見せることができるかどうか、こちらも見ていきましょう。二つ目、9229サンウェルズです。5000円を超えている銘柄ですね。5290円、+8.40%。出来高43万1100株と、多くはありません。が、上場台の高値を本日更新をしております。今日つけた上髭を明日消化する強さを見せるかどうか。こちら、サンウェルズ見ていきましょう。IPO、逃げ早めにということです。3銘柄目、7859アルメディを、こちら、今日良かったですね。明日も出していきます。+7.30%。出来高346万8100株。出来高まだまだ入っている状態となります。もう一段の上げがあるかどうかに注目をして、アルメディを見ていきましょう。4銘柄目、6619ダブルスコープです。大きなトレンドは上ということですね。上昇となっております。直近の8月の高値どころ、上髭陰線ありますけれども、今日の高値どころをさらにブレイクしていけるかどうか、こちら注目をして見ていきましょう。流れが高安、切り上げの中での再び買いのタイミング。出来高は1,149万900株となっております。また、さらなる出来高伴いながら明日上げていけるかどうか、注目をして見ていきましょう。5銘柄目。9274国際紙パルプ商事、また再びこちら出していきます。ギャップアップしてからの島、もう一段上に行けるかどうか。今日はプラス 3.21% と大きくはありませんが、買い戻しも含めての上昇となっております。出来高118万7600株、さらなる高値を捉えることができるか、こちら注目して見ていきましょう。以上、5銘柄となります。これらの注目銘柄と合わせ、皆さんご自身でチェックされている監視銘柄含め、チャートだけでなく、チャートだけで板ですね。しっかりと見て判断し、欲を出さず、冷静にトレードしていきましょう。また、株式投資攻略オンライン講座を無料にて現在公開をしております。こちらになります。こちらはこれから株を始めてみようと思っている方。株式投資経験はあるもののなかなか勝てない方、さまざまなサービスを受けてきたけど結局増やすことができず資産を減らしてしまっている方にとりまして、間違いなくプラスになる内容となっております。無料となっておりますので、まずはメールアドレスを登録していただいてですね、動画7本分ありますので、そんなに長くありませんので、じっくりと動画ご覧になってください。さらにこちらは有料のお買い向けのですね、サービスとなっております。ぜひ皆さん参考にしてください。こちらになります。株式投資塾価値株です。注目銘柄の勝率 80% 以上、9割以上と言ってもいいですね。こちらは有料のサービスとなっておりますので、ぜひともこちらご覧になっていただいてですね、始めてみたい、勝ちたいという方、お申し込みお待ちしております。それでは本日はここまでといたします。皆様のチャンネル登録と、ぜひこちらチャンネル登録してください。有益な情報を引き続き発信していきます。今回少しでも役に立ったという方は、ぜひ高評価ボタン、いいねボタンですね、こちら押してください。お願いします。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。では明日金曜日となります。無理せずトレード臨んでください。ではまたお会いしましょう。失礼いたします。